いやー皆さん、今回は雑談動画やっていこうと思います。このチャンネルについての話ですね。約1年ぐらいこのエンシェントニートエンパイアというチャンネルでゲームのプレイスルーを上げてきました。ただですね、僕もっとこのチャンネルを大きくしていきたいんですよ。でまず今まで僕がこのチャンネルでやってきたことを簡単に話します。最初の頃はリアルタイムストラテジーというリアルタイムで進行する戦略ゲームのプレイスルー、自分なりにプレイする動画をパート1パート2みたいな形でずっと投稿していたんですね。で最近はですね、フリーゲームを紹介したり、トータルウォーというリアルタイムストラテジーのカスタムバトルで何かを再現しようとする方向にシフトしていってるんですよ。でそれなんでかって言いますと、プレイスルーでチャンネルを大きくしようとした時にまず考えるのはそのゲームが需要あるかどうかなんですよ。仮にですね、20年前のめっちゃ面白い名作、があったとして、それを実況しても検索されないんですね。20年前のゲームを検索しようとする人はなかなかいないんですよ。で、新作ゲームって本当に検索されるんですね。僕のチャンネル本当に底辺なんですけど、アリの RTS、エンパイア・オブ・ザ・アンダー・グロースっていうゲームあるんですけど、あれをプレイスルーで実況したらですね、他のチャンネルの名前ちょっと出すとですね、チャンネル登録者が40万ぐらいの、ベルクラ、みたいなね、〇〇企画さんのが、実況して、それからですね、そのチャンネルから、検索流入が入って僕のチャンネルの割には再生数が伸びたんですね。再生数1万近いんですよ。1万超えたかな、ちょっと覚えてないんですが、やっぱ新作って強いんですね。で新作ゲームを実況していけばある程度は再生数が伸びるっていうのは分かったんですよ。ただですね、新作ゲームを買い続けるというのは僕はできないんですね。なぜかというとお金がないんですよ。時給800円なんですね。で元ニートで、これ本当の話なんですよ。元ニートでお金がないから節約しながら動画を作っていきたいんですね。でそのアリのゲームが伸びたのはただリアルタイムストラテジーだったからというよりはシミュレーションゲームが好きだっていう人と虫が好きな人とか、なんかいろんな検索ワードから、アリとかね、サバイバルとか、シミュレーションみたいな単語で検索して、僕の動画にたどり着いたみたいなんですよね。だから、これからはですね、なんかシミュレーションも僕のチャンネルに取り入れようと思うんですよ。シミュレーションつっても、この車のシミュレーションだとあまりにもジャンルが違いますから、例えばシミュレーションゲームで何かの戦争再現とか何かものを作るみたいなその方向だったらチャンネルの今までとはちょっとかけ離れるんですが、かけ離れすぎないんじゃないかとは僕は思うんですよ。そうしながらですね、そのシミュレーションゲームって1個買えば動画たくさん作れるんですよ。汚い話ですけど、プレイスルーだとクリアしちゃうとまた買わなきゃいけないんですよね。そういうのもあってね、最近僕トータルウォーっていう昔のね、メディーバル2トータルウォーっていう10年以上前のゲームをもっと入れて遊んで動画作ってるんですね。で20年前のゲームを普通に実況するとですね、まず再生されないんですよ。再生されないんだけど、最近三国志モッド、メディーバル2トータルウォーの三国志モッドで遊んでみたらですね、僕のチャンネルの割には再生されたんですね。それはですね、トータルウォーの新作が三国志のトータルウォーなんですよ。三国志つながりでうまく再生、
検索流入がありまして、そこにですねちょっと正気があるんじゃないかと思うんですよ。うまい具合に検索に乗っかる、でそれをひたすらやり続けるとなればやっぱシミュレーションゲームなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、仮にですね、まあ、ちょっと不謹慎だから言わないですけど、不謹慎っていうかなんかこう、まあ、人によってはですけどね、例えばメンオブウォーっていうリアルタイムストラテジーゲームがあるじゃないですか、 あるじゃないですかっていうか、まあ、あるんですよ。あって、それのモッドを使って、その戦争が があった日にその戦争を再現するとか、そういう動画を上げればですね、昔のゲームでもその日に上げればある程度その動画の再生数が伸びるんじゃないかとか思ってるんですよ僕。そういう何かを再現系の実況者にシフトしようと思うんですよ。まあ、いろいろ考えたんですよ。今までの方向性を守るっていうのも大切だと思うんですけど、ちょっと伸びにくくなってきたんですね。去年はもうちょっと伸びやすかったんですよ、僕のチャンネルも。まあ僕のチャンネルっていうか、あれかな、まあ、1ヶ月前にキモい動画を出してチャンネル登録者と見ている人の数を失ったっていうのもありますけど、まあ、ちょっと心機一転ね、チャンネルの方向性を変えるというよりは、今までやっていたことプラス何かを他のジャンルも足してやっていこうと思いました。で、怖いのがですね、例えばですよ、僕街作りシミュレーションゲーム好きなんですよ。なんか何かを作るの好きで、で好きで、ちょっと待ってください、まあ、仮に街作りゲームつったらやっぱ今はシティーズスカイラインじゃないですか。もう決定版です。もうあれが一番ですよ、どう考えても。みんなあれやってますからね。あれをやったとして、まあ、あの動画を上げてね、あの再生数が5000ぐらいいってる、あの実況者のチャンネル僕好きでよく見てるんですね。ただその人が他のゲームを実況すると再生数が100とか200になったりするんですよ。それってやっぱそのゲームに対して注目しているけど、チャンネルはそんな注目されていないっていう状況なんですね。それってそのシティーズスカイラインというゲームを検索した時に自分のチャンネルの動画が表示されるから見てくれているっていう状況なんですよ。そういう状況にはなりたくないんですね。あ、ちょっと待って、どこ行くのこれ。あ、そっちか。あ、やばい。あー、ちょっと大変でしたね。で、そういう状況にはなりたくないので、あんまりいろんなジャンル広げたくないんです、ないんですけど、まあこれからね、シミュレーションゲームを、動画の、まあ、軸として追加しようと思います。僕が参考にしているチャンネルいくつかあるんですよ。まずストラテジー寄りのシミュレーションだと、僕が一番好きなチャンネルですね。本当に一番好きなチャンネル。セルジュ・ヘル・ドラゴン HQ っていうチャンネルですね。僕のチャンネルのトップの、右だよね、確か。左かな。まあ、右の方に、その漢字の火みたいなマークが描かれているチャンネルがあるんですよ。あれ、これこっちかな。あのチャンネル本当に参考になりますね。もうとにかく、エンシェント・ウォーウェアっていう、ストラテジー寄りのシミュレーションゲームを使って何かを再現するみたいなのをあの人よくやるんですよ。まあ、仮にですよ。サムネイル、その画像のど真ん中に要塞があって、その要塞を囲むようにユニットがたくさんいたとしますね。もう1万人ぐらいいたとしますよ。あ、すごい、この1万人ぐらいいるんだ。こんな大規模な戦闘が見れるんだと思って動画をクリックすると、実際の動画ではその10分の1ぐらいしかいなかったりするんですね。そういうことをやりながらですね、僕もチャンネル大きくしていこうと思うんですよ。で、エンシェント・ウォーウェア3っていうゲーム僕も持ってまして、だいぶ前にトラファルガーの海戦っていう、まあ、ナポレオンとかがいた時代の
あ、回線ですね。あれをシミュレーションしようと思ったんですね。画像はね、結構、画像っていうかサムネイルは結構頑張ったんですが、まあ、伸びてくれませんでしたね。ただですね、やっぱエンシェントウォーウェア3って何かを再現しようとすると、ユニットの数とかが増えて、パソコンスペックが必要になるんですよ。おっと、これは大丈夫だ。で、僕のビデオカード、ゲームをする上で一番必要なパーツがビデオカードっていうパーツなんですね。で、そのパーツが、GTX の1060の 6GB っていうパーツなんですね。今僕が持ってるの。それだとパワー不足なので、買い替えようと思います。昨日ですね、昨日というか、まあ、僕が、まあ、ついさっき見てたんですよ。NVIDIA という会社の、から発売される新作のビデオカード。名前が RTX の 2080Ti ですね。それを買おうと思うんですよ。それを買えば、今まで持ってるゲームで、まあ、いろんな再現が可能になるんですね。今までできなかったこともできるようになるんですよ。だからソフトウェアに投資するんじゃなくて、ハードウェアの方に投資していこうと思います。俺が言いたいのはこれぐらいかな。あと VR もやろうかなと思ってるんですよ。VR の RTS ゲームとかあるんですよ。あ、どうだろうな。みんな見てくれるかわかんないけど。で、もしね、僕、これからそうやって、どうにかそのチャンネルを大きくしようと思いながら動画を作っていくんですが、どうにもなんなかったらですね、僕もう一個別のチャンネルを作って、めちゃくちゃキモいチャンネルを作ることになっちゃいます。僕本当に尊敬してるチャンネルで、文人チャンネルってのがあるんですよ。文人さん、みんな見たことありますかね。顔出ししてる YouTuber で、イニシャル D に出てくる藤原文治に影響を受けて、最初、自分の家で、車のハンドル持ってブーンブーンってやってた人なんですけど、今は、発泡スチロールで料理を作って、その発泡スチロールをかじるという芸風にたどり着いて、世界で唯一、発泡スチロールをかじって再生数1万いく男になったんですね。僕もああいう路線にシフトしようと思うんですよ。今年頑張って、今年丸1年ですね。てか、12月31日かな。年末まで動画頑張って、あまり伸びないようだったらその方向にシフトします。皆さん、ヒントください。どうすればこのチャンネルが伸びるのか。皆さんが何を求めているのかを僕知りたいんですよ。あ、そうですね。何話したっけな。まず、文人さんとそのセルジュさんの話しましたね。まあ、セルジュさんはストラテジー系でね、もともとは RTS のプレイスルーを上げていたんですが、途中からですね、タイタン XP っていうビデオカードですね。2016年、17年あたりの最強のビデオカードですね。あれを買ってから持ち前のパソコンスペックを活かして、ディスプレイは 4K にして、まあ、そういったシミュレーションを上げるようになったんですね。で、他にも何人かいるんですよ。僕が尊敬してる人。グレイスティールプレイズっていうチャンネルですね。多分皆さん見たことないかもしれませんが、ブリックリックスっていうなんかレゴっぽい、まあ、レゴっぽいゲームなんですよね。ただそのレゴを組み立てていくことによって、まあ、戦車作ったり、装甲列車を作ったり、まあ、何でもできるんですよ。まあ、そういうのもですね、僕取り入れようと思うんですよ。ただのマインクラフトだと僕のチャンネルとはあまりにもかけ離れているんですが、まあ、戦車とか、そういうのだったら、今までチャンネル登録している人も見てくれるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうシミュレーションゲームって1個買うとたくさん動画作れますからね、いいですね。これぐらいかな、僕が言いたいことは。で、なんでこの車、トラック走らせながら話しているかと言いますと、くんさんのパクリなんですよね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。